はい、どうも皆さん、こんにちは。ブーちゃんです。今回もね、ワンショットやっていきたいと思います。ね、画面開いたらね、この顔よ。急に画面を消すとね、多分この世界が急に消えるから、ニコがね、うわーってなっちゃうのよ。ニコどうした？ブーちゃん、戻ってきたら教えてね。戻ったよ。どうしてこんなことが起きるんだろう。ごめん、ニコ。わざとじゃないんだよ。いや、半分わざとだけど。で、前回、そう。鉱山の技術者の彼女のとこに行け、みたいな、言われたんだよね。じゃあ、そこまで行こっか。見晴らし台だっけ？あ、そうだ。はい。何度もごめんなさい。塔に連れて行ってくれるロボットを見つけたんだ。でもちょっと問題があるみたいで、お姉さんと話すようにって言われて。わかった。その問題って？ナビゲーション回路がショートしたとか言ってた。ナビゲーション回路だけ？そうみたい。ミーとブーちゃんで他のところは直したと思う。ふむ。使えそうなものならあるわ。コギボットには発生源から物質の位置を特定する能力が備わっている。コギボットにこれを渡したらバックアップ追跡システムが起動するはず。おお、あ、三つ葉のクローバーだ。すごく綺麗な首飾りだね。どうやって作ったの？峡谷で見つけた琥珀よ。琥珀の中に入っているのは何？黒いクローバーのこと。黒いクローバー？この世界では一般的な植物よ。それに、はあ、これを手放すなんて私に耐えられるかしら。プログラムは問題ないと言っているけれど、私はまだ葛藤してる。大事なものなのかな？気にしないで。私の思い出よりもあなたの使命の方が大事。待って、もらいにくい。めちゃめちゃもらいにくい。待って。大事なものじゃん、絶対。これ、形見とかじゃん、絶対。ニコなくすなよ、お前。絶対なくすなよ、お前。なくすなよ。そう、どっかに三つ葉。そう、あった。そうね、なら、お礼がしたい。チェスの遊び方、知ってる？うん。あ、知ってんだ。多分、ミーの年上の子たちと遊んだことならあるよ。じゃあ、私と遊んでくれる？実はルールあんまりよくわかってない。でも、任せて。お姉さん、すごく強いね。ありがとう。私のコードに組み込まれているの。そっか。それって、どんな感じなの？ロボットって、他のロボットとも話したことあるけど、みんな、プログラムとかコードとか、そんな話をするんだ。お姉さんもさっき言ってた。それがどんな感じなのか、時々わからなくなるんだ。知ってる。ここにいるロボットは、ほとんどが制御化されていない。制御化？危ないわよ。ビショップがいなくなった。制御化は複雑なの。そうなの？どういう風に複雑なの？またビショップが一つ。制御化されたロボットが何なのかを説明するのは難しい。でも、私はそのうちの一人。他の制御化されたロボットはすべて別の地域に移された。具体的な場所はわからない。そうなの？ミーの小さな馬さんが。ナイトよ。そう。そうだ、他の地域には行ったことある？ここ以外に二つあるって聞いたんだ。昔にね。まだ残っているわ。その時のデータも、座標も、それに、記憶も。そのうちどれぐらいが今でも存在しているのかはわからない。今は全然違う世界になっているかもしれない。太陽がなくなったから？いいえ。もう、この話はしたでしょ？太陽はきっと、この世界を救えない。
崩壊は太陽が消える前から始まっていたの。待って、これ崩壊ってさ、パスワードを箱に入れた時にさ、あのぐしゃって出てきたじゃん、なんかバグみたいの、あれが崩壊なんじゃないかな。太陽が突然死んだのはその転換点に過ぎない。その後急速に状況が悪化していっただけ。じゃあミーにできることは何もないの？チェック。そんな。いつの間にクイーンがそんなところに。あなたにできるのは旅を終わらせることだけ。ある意味あなたは人々にとって第二のチャンスでしかなかった。第二のチャンスでしかない。どういうことだ？不毛の地が私にとって第二のチャンスでしかなかったのと同じ。うまくいくという保証はない。でもチェックメイト。さて、長居させてしまったわね。話を聞いてくれてありがとう。無事に帰れるといいわね。うん、ありがとう。いい人や。めっちゃいい人やんけ。うわ、行きなさい。不毛の地に留まる意味はないわ。ありがとな。じゃあちょっと行ってみよっか。おお、これは峡谷の琥珀ですね。記憶が戻ってきました。追跡システムを起動中。コースを設定中。おや、この船は重量オーバーしています。あなたの所持品をいくつか置いていく必要があります。ええ。そっか。じゃあバールのようなものはいらないかな。あとはガスマスクと手袋も。いやー、捨てちゃった。許容範囲内です。それでは出発しましょう。うん。わー、めっちゃいい絵。スクショ。待て、スクショが追いつかねえ。おい。めっちゃ綺麗だったな、今。ダメだ、スクショ取れてねえわ、チキショウメ。おー、なんだここ。到着しました。峡谷です。ありがとう。北の方に村があるはずです。それ以上は何も覚えていません。教えてくれてありがとう。それでは、あなたの使命が成功しますように。帰っちゃうの？はい。持ち場に戻らなければなりません。でもまた一人ぼっちになっちゃうよ。大丈夫です。私は制御化されていませんから。どういうこと？制御か、うおー！絵がめっちゃいいな。綺麗だなぁ、ほんとこの世界の、この世界じゃない、このゲームの、こういう、なんていうの、途中に入る絵。制御かっていうのは、なんだろう、役割を与えられてるってことなのかな。役割を与えられたロボットだけが、その、中心部に引っ張られてっちゃったってことなのかもしれないよね。まだわかんないけど。いや、めっちゃ綺麗だな。なんかいる！